いつもと同じ挨拶じゃ飽きてしまうね。どこまでも果てることのない隧道探索、トンネループ第12回実況。今回もパラレルな世界を見ていく。実況者はアルセです。はじめましてはよろしくな。いつも見てるは、そんな奇特な人がいるのかは知らんが、とにかくありがとう。早速直前の選択肢、橋本を助けるか助けないかだな。前回は助けたので、今回は助けない。ごめんな橋本、そんな目で見つめないでくれ。俺はお前を見捨てるわけじゃない。ルートを回収したい、ただそれだけなんだ。許せ橋本。橋本、危ない。そう声を張り上げたはずなのに、どうして何も口から出てこないのだろう。まあ保身を図ったってやつですよね。手足は硬直して動かず、ただ友人が殴り倒されるのを目を見開いて見つめるしかできなかった。鈍い音がして血をまき散らしながら床に転がる。短く悲鳴が上がったのを聞きながら、高文はすぐさまキビスを返した。見たくない、聞きたくない、早くここから逃げ出したい。ただそれだけを思って出口を目指す。後ろからは暴力的な音が聞こえてくる。きっと痛いだろう、恨むだろう、そしてそのまま死ぬだろう。どうして逃げてしまったのだろう。死ぬほど後悔しているのに、それでも引き返そうとしない自分が浅ましくて仕方がない。後ろから新たな声が響いた。高文、君は正しい判断をした。友人を犠牲にして自分だけは助かったんだ。でもまさか君、本当に自分が安全圏にいるなんて思っていないだろうな。忘れるな、君の身長があと1センチ伸びた時、俺は必ず殺しに来る。え、なんで彼が175センチだってこと知ってんだ。健康診断でちゃんとチェックしてんのかな、全員分のね身長ね。どんなに遠いところで、どんなに幸せな生活を送っていようとも、まあまだ高校生だから伸びることはあり得るよな。今までの全ての犠牲者と同じように地面に這いつくわらせて殺してやる。それまではせいぜい牛乳と魚を控えて夜更かしすることだな。声はやがて届かなくなる。暴力的な音も聞こえなくなり、それでも走り続け、そしてようやくトンネルの外へ脱出した。いつの間にか朝だったらしい。朝の日差しが暗闇に慣れた目を焼く。さ、早く警察行って通報しようか。これをね、眩しさに目を細め手で覆った時、自分が泣いていることに気づいた。泣く資格などない。自分の手でやったわけではないというだけで、橋本を殺したも同然なのだから見捨てちゃったもんね。しかしもう遅い。どうしてこんな選択をしてしまったのだろう。後悔しても全ては後の祭りだった。エンド5、殺人鬼の還元。まあ橋本くんはね、助かったけど、橋本くん死んじゃったんだ。高文は助かったけど一人を犠牲にしてしまったってことで、まあその前のエンディングはね、新たが野犬に噛まれて死んじゃったし、まあどっちにしろね、犠牲者が出るっていう、感じだがな。シリアルキラーが自業自得的な感じで死、野犬に噛まれた方がまあエンディングとしてはあれかなっていう、まだマシなのかなと思ったりするが。では続きましてコンティニュー。今度はもうもっと前の選択肢に戻ってやっていくか。どこだったかな、ここかな。3番をロードします。うん、あ、高文に
の近くに足音がね聞こえるっていうことで誰が来るかで選ぶんだったな。やはり見慣れた友人、なぜか茶髪の方の友人。この見慣れた友人ルートを選んで正規ルートに行ったんだよね。橋本だよね。なぜか茶髪の方の友人が進行方向から戻ってやってくる。これを選んでみるか。これはひとしくんの方だよね。現れたのは幸いなことに幽霊ではなかった。しかし高文の予想に反して幼なじみでもなかった。ジン、なんだよそんな不思議そうな顔して。いや、ジンこそどうして戻ってきた？向こうで待っているはずだっただろう。いや、携帯落としたっぽくてさ、探しに来たんだよ。ああ、そういうことか。先ほど拾った携帯を差し出すと、彼は安堵したように息を吐いた。もう、この携帯がね、トリガーだからね、いろいろなね。やだな、怖いな。よかった。こんなとこで落としたら見つかるか怪しいもんな。まあ、この携帯、ひとしのもんじゃなかったんだけどね。まったく、しっかり持っていないとダメだぞ。悪い悪い、ありがとな。ああ、おい。受け取った彼の手を見てぎょっとする。血がべっとりとついていたのだ。よく見れば腕にひっかき傷のようなものがついていて、そこから出血しているらしい。誰かやったのか。まあやったとすれば新ただろうな。これはな、一番手に出てったの新ただからな。その次がひとしだからな。大丈夫か。どこかに引っ掛けでもしたのか。ああ、これ。しらばっくれるなよ。は？まあ、いいや。ちょっとついてきて。彼は、有無を言わせない様子で先を歩き出す。聞いてはいけないような気がして、気遅れしながらも後に続いた。しばらく、変わり映えのしない景色が続いた後、ひとしは突然立ち止まった。ここだ。辺りを見回しても何も変わったものはない。高文は眉を寄せる。何がだ？ここに何かあるのか？知ってるくせに。ほら、これだよ。ひとしは床にしゃがみ込むと何かを探るようになで始めた。ややあって目的のものを見つけたらしく、手にして引っ張り上げる。ガコンと低い金属音が響き、床の一部が持ち上がった。それはさながら床下収納のような正方形の蓋だったのだ。なんだ？勝手に開けていいのか？中を見てみろよ。なんだ？変なものじゃないだろうな。天国だよ、天国。不思議に思いつつも、促すのに従って中を覗き込む。思いのほか広いようで、教室一つ分の広さはありそうだった。しかし、高文の興味を引いたのは広さなどではない。これを前にすれば誰もが目を奪われるだろう。暗闇に輝く黄金の山。金塊？すごい量だろう。インゴットが隠されてたんだ。一体誰がどんな目的で隠してんのかは知らないけど。まずいんじゃないのか。明らかに見つけたらいけないものだぞ。でも見つけちゃったわけで、徳川埋蔵金か。これだけあれば一生アホみたいに豪遊して暮らせるぞ。問題は監禁するときにね、どこに監禁しに行くかだよな。これだけの量って感じ。ジン、お前まさかこれを取る気か。このまま見なかったふりしてお家に帰るなんてできるわけないだろう。できれば俺は知りたくなかったな。関わってはいけない金だと誰でもわかる。本能がそう告げるよな。できれば知らないまま素通りしたかった。まあ一枚くらい金の延べ棒欲しいけどな。高文らしいなとひとしは笑う。そう言うだろうと思ったよ。堅実な生き方が好きそうだし。ならどうして教えた？俺は協力するのも嫌だぞ。ここからその金塊を運び出すなんてまっぴらごめんだぜ。俺は力を貸さん。うん、そこは期待してない。でもほら、
最後だから見せてあげた方がいいかなって。最後？しらばっくれるなよ。どうせ携帯見たんだろ。少しでも見た可能性があるなら俺はお前を逃がすことができない。携帯？ほらこれ。ひとしは高文の目の前に携帯を突き出した。嫌な予感がする。その画面上では何かの動画が再生されている。俺実況しながら歩いてたからさ、全部撮れちゃってたんだよな。動画はしばらく何もないトンネルを映していたが、やがて変化が訪れた。誰かが、新ただ、新たが現れたのだ。彼は床に座り込み、下を、おそらくはあの金塊の部屋を眺めていた。そして、ひとしを見つけると、手招きしてそれを伝える。おそらく、見なかったことにした方がいいだろうな。え？せっかく見つけたのにもったいない。持って帰ろうぜ。むしろ警察に知らせるべきか。やめろよ。こんなチャンス二度とないぞ。こんなもん二等分したって数十億だ。それは泥棒だ。健全な市民としてこんな危ないものは知らせるべきだ。危ないって？多すぎる金は動機になりうる。やめろ。お前がいらないって言うなら好きにしていいけど、余計なことはするな。君も少し経てば頭が冷えるだろう。ともかく俺はこれから警察に。だから。ひとしは衝動的といった激しさで新たを殴りつけた。彼はたやすく吹き飛んで床に叩きつけられる。手放した携帯も床に転がり、二人の姿を映し出した。邪魔すんなよ。お前はいらなくてもな。死ぬほど欲しい人間がここにいるんだよ。何するんだ。暴力に訴えたって。うるさい、叫ぶなよ。あいつらに聞こえるだろ。ひとしは焦った様子で手を伸ばし、新たの首を掴んだ。そのまま地面に押さえつけて締め上げると、潰れた喉から悲鳴が漏れる。腕は少しもためらいなく震えるほどに力を入れ続ける。新たは引き離そうとその腕をつかむが、食い込んだ爪が傷を作っただけだった。殺す気か。人一人の命で黄金が手に入るなら安いもんだな。二等分なんて甘かった。お前を殺しとけば全部俺のものなのに。金のために友人を。金には魔力があるんだよ。たとえ何年と友達やってようが、裏切るときは裏切る。ましてやあって数ヶ月のお前なんか何とも思わない。誰か助けて。さらに強く力が込められたらしく、声は途中でついえる。腕に突き立てられた爪はさらに傷を深くし、見る間に血が流れ出した。まるで声にならない悲鳴を代弁するようだ。あなたはしばらく足をバタつかせてもがいていたが、銃を蹴るだけで意味がない。やがて動きが鈍くなり、数回痙攣するように引きつると、それきり動かなくなった。ひとしは肩で荒く呼吸し、身を起こす。そして録画し続ける携帯に近づくと、舌打ちを一つして手を伸ばした。そこで動画は終わっていた。ファイル消しとけよこれ。高文は呆然と黒い画面に映る自分の顔を見つめた。今見た光景が理解できない。理解したくない。まさか殺人なんて。携帯が引っ込められると、その向こうからひとしが現れる。彼は暗い笑みを浮かべていた。と、今回はここまでで終わりとしたい。じゃ、まあね、ちょっとこの高文にも危険が及びそうなんだが、次回をお楽しみにな。じゃあな。